よいしょ。こんばんは。ラジオ。みーちゃん、はい。こんばんは、ちょっと遅くなりました。でも顔色が悪いね。10分塗るぞ。猫いるよ。うん、じゃあ、はい。間抜けな顔してるね、かわち。ぐるぐる言ってんの聞こえるかな。2月ラストですね。やばい、2月終わっちゃう。ね。2月終わっちゃうよ。終わっちゃいますね、皆さん。え、
るっちゃうんだ今日。今日うるっちゃってる。お疲れ様ひな。あ、こんばんは。のぶさん。こんばんは。どうもどうもどうも。ね、今日はね、ちょっとあれ昨日あれ今日はね、まあなんかやっぱ2月最後だからちょっと話したいこともあってさ、そう昨日 MAQ さんのライブ行った話とかもちょっとしたいよねって思ってる。そうツイッターの方にもね写真投稿しようと思ってて、でもその投稿したい写真が撮れてなかったから今帰ってきてね慌てて撮ったんだよね。動画になった。そう、ちょっとお時間がある方はぜひ。この配信を。見てもらえたらと思います。ツイートしていい？インスタを見てくれたんかなみんな。アシュリーさん、バンちゃん、タイサさん、ハートありがとうございます。ダメよおじいちゃん。ダメだよ。に。ありがとう。
ょっと見てほしい、かわいい。見えるかな。見えるかな。ちょっと待ってね。嘘、ポストしてくれてる？嘘嘘。森川さんが、森のくまさんが、私ね昨日ねすっぴんだったんですよ。だからねあんまりね写真撮れなくてね、そう、こんばんは。これに引用リツイートしようかな。
ちゃんとさ、あの何やったっけこれ、 ALT みたいなまで呼んでほしい。そう感じた。はい、つぶやきました。はい、ということで、なんとね、昨日 MAQ さんの10周年のライブにお邪魔してきました。じゃーん、どう？みんなにサイン書いてもらった、イエーイ。私もなんかこう、もう最近はさ、本当に携帯で聞くじゃん、音楽を。だから誰かの CD を買うってことがあんまりなくて、でもなんか昨日本当に思ったのは、なんか MAQ さんの楽曲とかもそうだけど、なんかこう音楽アプリとかじゃなくて、なんかこう CD で聴きたいなってなんか思わせてくれるライブで、うん、こういう音楽を届けれるのってすごいなって思いました。苦消えちゃった。2月はい、かわいい。ちっちゃい、ちょっと待ってね。そう、ありがとうございます。いや、あの本当は昨日、まあ、あのライブがあるっていうのもなんか朝ぐらいに知ったんかな。そうで、え、今日なんだと思って、
でなんかまあずっと、まあ、その MAK さんとコラボしてから、まあ、ジャズっていいなって本当初見だったから、すごいなんか心が豊かになれるなと思って、で、まあ、あの見に行きたいなと思ってたんだけどなかなかさ機会がなくて、でそしたら10周年迎えましたみたいなので、でライブがありますっていうのをね拝見したわけ。そう、拝見したんですけど、でまあ急遽もうなんか当日行っても大丈夫なんか分からなくて、チケットがあるのかなとか本当にそれも分かんなくて、でで当日も会場その日の7時半から始まるで、なんか7時から会場みたいなだったから6時45分ぐらいに会場ついて、そうで、そしたらねちょうどなんか広島のなんか平和大通り沿いにあるライブ会場だったのね、下にコンビニがあって、でそこに行こうと思ったらなんか見かけたことがある後ろ姿が2人いたんですよ。そう2人いて、あれと思っても完全に絶対にそうだと思って、で追いかけたのね、コンビニの中を、コンビニの中をっていうか外から走ってコンビニの中入ったので、そしたらあの森川さんと山本さんがいて、MAQ のね2人がいて、で私帽子かぶってマスクつけてて、で山本さんって言ったの、後ろに山本さんがいたから、そしたらなんかパーってこっち見ておーみたいなおーみたいな感じで、でえ会えてよかったって言ったの。私はまずあのもうそこで会うことによってあの伝えれるからね、今日来ましたっていうのを伝えれるし、そうチケットあるかっていうのをあのメッセージ送ってたんだけど、あの連絡が取れてなかったから、でまずその山本さんにそれを言ったら、なんか本当に気づいてるか分かんなくて、私がそして、え、分かりますかって私が言ったら、え、分かる分かるって言われて、そしたら前にいた森川さん誰か分かってなくて、私のこと、私のこと誰か分かってなくて、なんかおーみたいな感じだって、でなんか3秒ぐらい私のこと見てみたいになって、えー、なんでおらみたいな感じで私に気づいたので、見に来たんですよって、今日チケット持ってないんですけどまだ当日券とか売ってますかって言って、でまあ教えてもらって、そうでまあそこでまあいろいろねちょっとお話ししたんだけど、まさかの会場に入る前の下のコンビニでばったり会って、でなんか「えこんな本番前にコンビニなんか来るの？」って言ったら、小腹が空いたけみたいな、小腹が空いたけコンビニ来たって言って、そうでまあ会場のところでねチケットまあ並んでたんですよ。そしたらなんかエレベーターでね会った方、女性の方2人いたんだけど、その方がなんかチケット並ぶのに、あなんか並びますかみたいな言われたけど、私挙動りすぎて初めてだったからどこに並んでいいかも分かんなくて、あ大丈夫ですって言ってあの避けちゃったらね、あんまりうまくコミュニケーション取れなくて、そう
まあとりあえずまあここに並ぶんだと思って、まあ並んでチケットをゲットして、そしたら後ろから太田さんとあの香織さんが、香織さんが来て、 MAQ は4人なんだけど、その2人が来てで、わーってなったのね。で、多分さっき森川さんとかから私は多分来てるって話を聞いてたから、わーってなって、来たんですみたいな、頑張ってくださいみたいな。そしたらなんかあのゲバントのあの人も見に来てるよみたいな、そうゲバントのね、あのいつもお世話になってる方がいるんですけど、その方も見に来てるよみたいな、さっきもう入場してたよみたいな情報を伺って、あ、そうだったんやと思って、そう、それでまあその方にも挨拶させてもらって、いや私一人で心細かったからお話できる方がいてよかったと思って、でまあライブをね見たんですけど、あのライブ中もねまあなんかやっぱりあのなんだろうな、私たちが一緒にコラボした時もなんかこう出はけ口とかでは聞いてたけど、ちゃんとこうジャズを聴くっていうあれじゃなかったからさ、自分たちも歌ってたし、でも本当にまあもうジャズをもう楽しむ空間で、でなんか19階みたいなところだったんですよ、会場が。だからめっちゃ綺麗くて、景色もなんか景色のところにこう楽器とかがあって、そこで演奏されてるみたいな感じで、そうなんかもう超最高で、あ、音楽に酔うってこういうことかみたいな、もう本当にもう3回ぐらいね、普通にもうなんか心地よすぎて意識飛びかけた。マジで、お疲れ様ひな。そうでね、ちょうどあのMC でもさ、森川さんが、まあ、STU のそのジャズの話とかもしてくれて、ででそのまあその MC 途中にも私の話を何回もしてくれて、名前を出してくれてね、そう結構すごいあの見に来てくださってる方もすごいあの幅広い年齢層の方で、でも多分なんだろうな、みんなですごい MC 中とかもアットホームな感じがしてすごく居心地が良かったんですけど、そうあの森川さんが私を MC 中に呼んだから私は立ったんですよ、立ってって言われたから立ったんだけど、私なんかマイクでいつも喋るじゃん、だからなんかもう喋れなくて、なんか急すぎて、なんか普通にライブで喋るよりも緊張してもうペコペコしかできなくてそうそうなんですよ、そういうことがあったんですよ。めっちゃめっちゃそう、なんかさ
いつもはこう準備された場所でさ自分のことをこうするあれだけど、もう昨日はさそうじゃないじゃん。だからもう自分のこう土俵じゃない場所でなんか久々にちょっとタジタジした。えほんまに珍しいと思う。なんかうん、なんかマイクがないからボソボソ喋ってもあれじゃん。だしもうすっぴんだし、私すっぴんだったからもうなんか恥ずかしくてでも嬉しくてみたいな、もう嬉しい恥ずかしいみたいな、なんかドリカムみたいな気持ちだった。そう、それでね、そうあのそのジャズをきっかけにあのST 知ってくださって、あの応援してくださってる方も中にはいて、そうありがとうございます。本当にそれに気づいてってことかな、分からんけど。そうで、その初めにそのエレベーターで会ったその女性2人もそのジャズの時来てくださった方で、で私はその MC の時にさ言われたからもうみんなが分かるわけじゃん。だからその帰り際にあの声かけてくださって、あの STU の、 あのさっきすいませんみたいな、あのほんまにさっきあの慣れ慣れしく声かけちゃってすいませんって言われて、いや私あのすいませんって、逆にすいませんって言って、私もなんかあんまりうまくできなかった、そうあの戸惑っちゃってって言って、そうでもだから STU の、 あのジャズライブの時も行きましたみたいな、なんか S 席で投げたけど S 席当たらなくてみたいな、そう言ってて、あそうなんですか、じゃあ言っときますって言って、隣にそのゲバンドのね方いたから、ちょっとお願いしますって言って、あそうだったんですかみたいな、そう、 そういう会話をしたんですよ。なんか嬉しいなと思って、うんうん、そうライブも来てくれて、 S 席も応募してくれて、1回目も2回目も来てくれたんだって。でなんかその最後に披露した楽曲がなんか森川さんのオリジナル楽曲なんだけど、これは私はちょっとほんまにあれちょっとね説明がちょっと合ってるか分かんないんだけど、森川さんが作った楽曲なんだけど、なんかこうオマージュみたいな、なんか瀬戸内の声のなんか似てるなんか楽曲みたいな、でそのなんか補足楽曲の説明するときにこの STU のあのジャズライブの時にも披露したんですけど、この楽曲をこう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 でっていう説明をしてるときに、いやあの楽曲なんだっけみたいになったんよ。でもその後ろにいたその女性2人が瀬戸内の声瀬戸内の声って言ってて、ああの方そうなんだって思ってたの、あ知ってくださってるんだと思って嬉しいなって思ってたら、その方たちがそのジャズライブも来てくれてたみたいで、そうすごく良かったですみたいな、であのドレスもすごく良かったですみたいに言ってくれて、変えてたんだと思って超嬉しくて、だからまた絶対3回もやってくださいって言ってくれたりとか、うん、本当に MAQ のファンの皆さんもねすごくいい人ばっかりで、なんかやっぱりこうどこかこう初めてだったんだけど、なんかすごくアットホームで似てる空気を感じて、うん、本当に行ってよかったなって思いました。ジャズライブとっても行って、はい、本当にやっぱこういうのって実際に行かなかったから、行かなかったら知らなかったことだし、なんか本当にこういう一つ一つのなんかこう出会いっていうか、こういう縁ってそんないっぱいあるもんじゃないと思うから、私は
だし私はこの直感で結構生きてるから、すごいこう人生の中でもこう MAQ さんと出会ったことはほんまに結構自分の中でも大きくて、そうなんかこうビビビッとこう来た中の一つだったから、なんかちゃんと自分の目でこう聞きたいなと思って行ったんですけど、本当に昨日はね行けてよかったですって思いました。じいちゃん暴れちゃダメよ。え、でもねあれなんですよ、まあその一人のそのねライブ来てくださって、そのまあ知ってくださった方もいると思うんだけど、あのまあ私一番後ろの席に座ってたんですけど、なんかお見かけしたことがある人が何人かいてっていうか、 STU のファンの方もいたんですよ。そう、あの方見たことあるなみたいな人いたから、だから多分その STU のライブきっかけで多分 MAQ さんのことも多分私みたいな感じで多分好きになって、うん、その方は多分一番前にいたから、あすごいなと思って、うん、いや絶対ねこういうのはね意味があるんですよ、こういう出会いっていうのは。そうで何が良かったってね、あのジャズライブの時はさ私たちが主体で喋るじゃないですか、だその MAQ さんたちがあんまり喋るっていうあれじゃなかったじゃん。でもライブだからねみんながこう喋ってるのを聞けて、なんかその関係性っていうかなんかこうそれぞれのキャラクターみたいなのが見えてめっちゃ面白かった。 MC もなんて言うんだろうね、なんか笑いを求めてるわけじゃないけど自然となんかバランスがねすごく良かったんだよね。うん、うん、すごくバランスがすごく心地よくて、なんか確かになって思うけど不思議な魅力がすごい詰まった4人だなって思いますね。うん。森川さんが喋って、でそこに補足をしてくれる太田さんがいて。でその太田さんがまとめたいことを簡潔に話してくれる山本さんがいて、それを見守る香里さんがいてみたいな、うん、思いましたね。
うん、なんかそう MC とかでもね、めっちゃなんか僕たちはなんか全然そんな仲が悪いとかじゃないけど全然合わないんですよって、本当に10年もこうやってやってるけど全然合わなくて、そう、あの会ったりしないってことね。だから本当リハーサルの前ぐらいにちょっと会うぐらいでみたいな、合わせたりとかもあんまりしないんですよみたいな。なんかこう自分たちのことをあんまりよく見せようとしてないところが逆に飾らなくてすごく良くて、うん、なんか人はすごく綺麗に見せようとするじゃん。やっぱああいう表に立ってたら綺麗なものをこう綺麗に見せようとするんだけど、その飾ろうとしてないところがとてもなんか綺麗で、なんかみんながそれぞれになんかやりたいことをやってる、なんかそれがまとまってるって感じ。多分そこにすごく居心地の良さを感じて、うん、まあ根本的にそういう考えの人たちはね、私は好きなんですよ。うん、だからすごく初めて会った時もまだね、そんな何十回も会ったことがあるわけじゃないし、じいちゃんやめて、じいちゃんダメだよ、そうなんかリハーサルとか入れてもね、まだ数えるほどしかお会いしたことないけど、うん、なんでかなっていうのをもう初めの時から感じてて、そしたらみんなマイペースだっていうことが昨日の MC で分かって、あ、だからか、だから同じ空気を感じるんだと思って、仲良くなれる気がしたんだっていうのを昨日のライブで知りました。そういうのをちょっと書いてる、あの ALT で、うん、まあね、気づいたら 10周年経ってましたって、これからもなんかそういう感じでなんか頑張ってほしいなって思いましたね。ねえじいちゃんやめて、じじが暴れてる。本当あのぜひなんか来月じゃないの、あれみんなそれぞれね、いろんな場所行ってるらしく、ねえじいちゃん、じいちゃんが暴れてる、いや、よかった。うん。2月も本当いろんなことがありましたね。なんか2日違うだけでこんなに違うんだね。29で終わりって。
明日から3月。こんばんは。もうやり残したことない2月。私まだプレゼント開封とかしてないから、まだ誕生日期間ちょっと延長するから。でも今日マネージャーさんに、あの事務所でプレゼント開封配信していいですかっていう、開封配信していいっていう許可取ったから、忙しい月になりそうですね。でももう3月4日2日、7日、1週目2週目ぐらいまででやりたいなと思ってます。ありがとうございます。お話書いて、あー嬉しいね。なんかアイドルって初めはね、入り口はあれかもしれないけど、いろんなきっかけで応援してくれると嬉しい。ライブも話し会も全部楽しいよね。まあ、2月最後だしね、なんか歌いましょうか。何が歌いましょうか。マイクでアカペラで話す、歌うか、だかこれで48とかそういう系を歌うか、どうする？うわ嬉しい。参加お待ちしております。また分かんないことがあったら聞いてくれたら。もうね、このルームのね、私のファンの方もすごく優しい方ばかりなので、
でも意外とさ、あと35分、だから時間ないのかな。歌い始めたらマジでいつもあっという間だから。うん、なんか春のおすすめの曲あります？あります？じいちゃんちょっと抜いて、はいはいはい、じいちゃんちょっと抜いて、なんか春のおすすめの曲。もう3月は春でしょ。にゃ、よいしょ。じゃあそっちのマイクじゃん。あ、ちょっと流すね。じゃあちょっと歌えるか分からんけど、よし。あー、あれ、音聞こえない。聞こえる？あ、いけた。どう？じゃあ皆さん2月最後盛り上がっていきますか。じゃあ2月最後にね、春の楽曲をお届けしていきたいと思います。 Give me five。 桜の歌が街に流れ、あっという間だった別れの日、校舎の壁のその片隅、みんなでこっそり寄せ書きした、うん、制服はもう脱ぐんだ、春の風に吹かれながら、どんな花もやがては散って、
新しい夢を見る。友よ、思い出より輝いてる明日を信じよう。そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。友よ、それぞれの道進むだけだ。さよならを言うな。またすぐに会える。だから今はハイタッチしよう。皆さんありがとうございます。音符ありがとう。卒業しないで卒業ソングだもんねこれ。何枚写真を撮ってみても大事だったものは残せない。喧嘩して口聞いてなかった。あいつとなぜか肩を組んでた。まだ誰も帰らなくて教室が狭く見えるよ。名残惜しい時間の先に僕らの未来がある。涙こらえるより生まれてから一番泣いてみよう。そう、辛いことはまだまだある。慣れておこうぜ。涙ぐしゃぐしゃの顔見せ合ったら何でも話せるね。一生の親友だ。忘れるなよ。ハイタッチしよう。どうも。あ、待って、切れた。悲しい。そんなことあるのか。嘘だ。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くを睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。なんとこんなことがあっても前を見ろってことですね。お前と出会いずっとつるんで青春の日々に反抗してた。人生にとって大事なことは未来にあると俺たちは知った。今が楽しくても永遠に続くわけじゃねえ。しがみつくな。前しか向かねえ、最後くらいはかっこつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ。 Wow, 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 yes, wow, 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 wow.
俺が恋して破れた夜はガキの頃のようにブランコに立ち汚い言葉大声で叫びそばにいてくれた優しさが染みたどんな辛くたって悲しみが続くわけじゃねえ強く生きようぜ前しか向かねえ別れの時明日も信じようぜお前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる別々の道に進んだって空は繋がってるんだ Wow, 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 Yes, wow, 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 旅立ちの時思い出は捨てて行け前しか向かねえ最後くらいはかっこつけさせてくれ新しい世界にビビってるけどもう後には引けねえ歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ Wow, 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 yes, wow.2月もありがとうございました皆さん3月も前を向いて頑張っていきましょう深井めっちゃいいとこやったわねまあそういう時もありますよね続いてはこれはいつの時期の曲なのかなでもメロディー的にはすごく春を感じる冬から春にかけて聴いてほしい楽曲をお届けします君はメロディー春の魔法に日差しは変わって人も街も明るめに着替えた風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリッソンなぜこの曲が浮かんだのだろう突然に愛しさはいつもずっと前から準備してるノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ時を越え君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず抑えていた胸の痛み僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてる若さは切なく輝いた日々が蘇るよおっぱありがとう君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って知らないうちに大人になってた歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう新しいものばかりを探して今の自分に
問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない。未来眠ってた恋や目を覚ます甘いメモリーメモリー、夢を見たグロニーです、グロニーです。さよならに込めた永遠こそ僕の誓い、不意にメモリーメモリー、鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は、でもまだ振り返るように君を思い出すんだろうか。あの頃いつも流れたメロディー、懐かしいハーモニーハーモニー、好きだよと言えず抑えていた胸の痛み、僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今も、こんなメロディーメロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時には優しい。口ずさむだろう。いつの日にかあの頃のメロディー。いいですね。最後に大声を出していきたいと思います。大声だよ。走り出すバス追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために、衝動に素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で知る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君は大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。失うものに気づいたとき、いてもたってもいられなかった。今すぐ僕にできる
はこの重い言葉にすること。なぜかさっきから空を見てるだけで瞳がうるうる溢れて止まらない。僕たちが住むこの世界は誰かへの愛で満ちてる。いきますよ。絶対君は絶対二度と話はしない。絶対誓う絶対やっと巡り合えたんだ。絶対幸せにしてみせる。聞いてほしいんだ大声ダイヤモンド。何も始まらないよ感情を吐き出して。今すぐ素直になれ声に出せば光輝く。大好きだ君が大好きだ僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ僕の愛しさよ届け。大好きだずっと大好きだ僕で叫ぼう。大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。黙っていちゃそのままさ恥ずかしくなってないんだ。好きって言葉セコさせの好きって言葉セコさ好きって言葉セコさ。感情を吐き出して今すぐ素直になれ。イエーイ大声ダイヤモンドでした。いいね。みんな本当ありがとうございます。これはフルで歌ったことあるかな。10年前どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけどそんなに泣かないで、僕は忘れない。Wow, wow. 10年後にまたをこの場所で待ってるよ。今よりももっと輝いて。卒業はプロセスさ、再会の誓い。すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。いいね。今まで出会った誰よりも本当に君が好きだから、自分のその夢大切にもっと君を守れるように。辛いことあってもうまくいかなくても、過ぎる春を数えながら寂しくなるけれど未来を信じれば
僕は頑張れる。わおわお。10年後にまた会おう。この桜咲く頃、何があったってここに来る。卒業はスタートさ、永遠の今は。悲しみに暮れてもずっと手を振る君でいて。チェリーブロッサー何度咲いても、今日という日を忘れはしない。10年後にまた会おう。この場所で待ってるよ。今よりももっとか輝いて。卒業はプロセスさ、再会の誓い、すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。もっと君を守れるように。どうだったっけ最後、約束みたいなポーズだったよね。51分だ。まあでもね、曲数もちょっともう最後に近づいてきたんですけど、まあこの楽曲をねお届けしたいと思います。いつもここに来て、君と語った夢は止めどなく溢れてもどかし、過ぎてゆく青春の日々、自分は何を残せるのだろう。優しくおおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声と涙落ちるなら、傘をさせばいい。
今日の悲しみは明日には晴れるから、人生は遥か彼方で、雲がかかって全てが見えない、そばで僕の海は母のように見守ってくれてる、生まれ育った地はただうなずき、未来へ背中を押す瀬戸内の空、まぶしい、いつの日かまぶたを閉じながら思い出す、ふるさとをあの懐かしい波音が、どこにいても聞こえるよ、そばで青い海はどんな時も優しくおおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ、そばで海がずっと変わらぬもの教えてくれたんだ、時が過ぎ去ってもこの自然が幸せの目印だ、瀬戸内の愛ありがとう、瀬戸内の声でした。やばいね、終わっちゃうね。やばい。じゃあ皆さん、ちょっと音楽が間に合いそうにないので、ランキングを読んでいきたいと思います。2月も皆さんありがとうございました。ランキングを見たいと思います。13位はカズポさん、12位はジュンさん、11位はひよこ、10位はキガヤさん、9位はあきら方言営業中さん、8位はあっちゃん、7位はみんなのおじさん、6位は矢野ちゃん、5位は読売巨人軍さん、
4位はジータさん、マヒナオイ。3位はビッグボスさん。2位はヒロシ BKK さん。そして本日の第1位はルルルルドゥン、おしめならみさんでした。2月も皆さんお疲れ様ひな。来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。